4日にその競馬場で行われた兵庫女王杯、JPN3 を勝ったライオットガール、メス4歳、立党、中村直也厩社、父氏にスターミニスターは、この後順調ならエンプレス杯、JPN2、5月8日、川崎競馬場ダート2100メートルに向かう、データで見る、ライオットガールの決闘。 戦績中村調教師はジョッキーと相談して、当日の馬場を考慮して競馬をしました。前に行った方が有利だということでしたし、いい内容で走ってくれましたと笑顔で振り返った。この勝利で重賞は3勝目で、フルーマヒン馬のダート路線の中心となった。